とこの部屋なんですけども、そうですね、これざっと見た感じですが、特大なんですけども、児玉さんの肉声の声が出ていたのか、ちょっとよく分かんなかったです。あとは、あとはまあ、クリーニング店を見たんですけども、ゲストは誰だったんだろう、花村カフェは誰だったんだろう、見たような気がする。あ、渡る世間の45条の藤田なんとかという人が出ていましたが、あ、藤田ですね、智子さんが出ていて、で結婚して6年になって、その夫婦仲どうだというと結構いいというようなことが言っていました。アコーディオン奏者の人なんですけども、で2人で行きたいところはフランス旅行だとかなんか言ってましたが、